右岸上流側から望む菊川の川口部に架かる潮斎橋と遠州灘菊川は静岡県を流れる河川。一級水系菊川の本流である。国土交通省浜松河川国道事務所が管理し、一部を静岡県に委託している。静岡県掛川市東山の阿波が竹周辺に源を発し南流。途中菊川市の中心部を縦断し、 掛川市国安から遠州などに注ぐ24の支線とともに菊川水系を構成している菊川市の水源の一つとして静岡県大井川広域水道企業団からの受水とともに活用されている菊川市戸田地区に浄水場、ポンプ場がある古代においては大井川の流路の一つとして大井川とつながっていたが その後上流から運ばれた土砂の堆積と地盤の流域により、牧野原大地が形成され、これにより、大井川が北に進路を変えたために、大井川から分離してできた川であると考えられている。流域は、牧野原大地と小笠山に挟まれた低平地であり、また蛇行が激しいため過去に、たびたび水害をもたらしてきた。しかし流域は、幕府直轄領や大名、 旗本の領地が工作する、権利関係の複雑な場所であったため、本格的な河川改修が行われるようになったのは、明治維新以降のことである。現在では一級河川の指定を受け、国の管理のもと河川改修事業が行われている。菊川水系全体として見た場合でも一級水系としては、小規模な河川の部類に入るため、都道府県が管理する二級河川への指定が得が、 議論されたこともあるが、国土交通省は、引き続き国の管理の元河川改修を行う、必要があるとしている。周辺一帯が古くは小園であり、放牧が行われていたことから、柵で囲まれた、放牧地を流れる川という意味の、白海川が転じて、菊川となったとする説が有力とされている。他に、上流の左右の中山にある、菊石あるいは旧菊川町友田にある、 菊名市から付けられたという説、高天神城の東を流れる川であることから、上東川が転じて、菊川となったとする説など、多数ある。近年では、流域周辺の自治体で組織する、菊水ブロックの名称の採用や、その後、昭和の大合併期に発足した旧菊川町を経て、現在の菊川市の名前に継承されるなど地域へ、深く浸透している。また、 三菱電機照明の前身である菊川照明の名称は、この川の近くに設立されたことに由来する。ありがとうございます。